さんこんにちは、もみじチャンネルです。突然ですが、愛犬がご飯を食べなくなったことってありませんか？もみじちゃんも生後5ヶ月からそんな傾向がありました。ですが、日常でできるちょっとした気づきで、もみじちゃんの食欲が戻り、バクバク食べれるようになりました。明日からでもすぐに実践することばかりまとめていますので、よかったら最後までご覧ください。ワンちゃんがご飯を食べなくなった理由をネットで調べてみると、病気や体調不良、精神的なストレス、好き嫌いやわがまま、成長が落ち着き、年齢によるもの、このような原因が考えられるようです。もみじちゃんの場合は元気だったため、食べない理由は単にお腹が空いていないか、ドッグフードに飽きている可能性が高いと考えました。なので私がした対策としては、お腹を空かせます。食欲がなければご飯を食べないので、必ず1日1時間の運動をします。雨の日はお散歩ができないので、室内でパペットマペットで遊んで腸を動かします。また1日3食から2食に変更しました。ご飯を与えるタイミングはお皿を出しっぱなしにせずに、食べない時は30分出して、食べなかったら一度下げる、いつでも食べるものだと思わせず、メリハリをつけるようにしました。もみじちゃんの場合はご飯を出して食べなかった時は手でアシストすると食べてくれたりしました。それでも食べない時は、本当に受け付けない時、隠すなどの行為が見られる時はそっとしておきます。ただ手で上げすぎると甘えが出るので、お皿に誘導し、最終的には自分で食べてくれるよう促しました。自分ではもういらないと残していても、手で上げると案外食べることが多いです。もみじちゃんの献立はドッグフードベースで、ふかしたお芋だったりボイルしたささみをトッピングして入れています。飽きないような工夫を取り入れています。それでも食べない時に使う秘密兵器があります。もいちゃん、今日もみじにねプレゼントがあるんだよ。今から開けてみるよ。これオープープって、もいちゃん開けてみるよ。これはですね、インスタグラムでフォロワーさんがやってるのを見つけて、私も欲しくなって購入したんですけども、上の蓋を開けましょう。あ、開きました。キャンディーを5個か7個入れてください。蓋を閉めて足の部分を持ちながらゼンマイを回してください。付属のキャンディーでまずはトライ。その後もみじちゃんにはドッグフードで試してみようと思います。ちっちゃん行きます。見てください。これ、ジョイちゃん見た？私がハマってしまったので、もう一回行きます。かわいい。あら、止まった。止まってしまった。結構止まるんだね。もいちゃん、これ試してみようか。もいちゃんには特別にドッグフードをチャラッ。多分そこから出たのは食べるんだな。本当だね。これ食べるのね。食べません。うちが落としたやつ食べるな。もうじゃあこれ食べてみんさい。もう食べるじゃん。もう